激しいのが、落ちた時に逃げたり、そういう可能性があります。で、ここに笛があります。この4つ、笛がありますが、これはタイタニックとか映画で見られた方もおられると思いますが、あの声を出そうと思っても、船に乗ってる人にはよく伝わらないので、必ず笛を鳴らして通るように救命胴衣にはついてます。で、この救命胴衣なんですけど、全部比較上24時間は浮力が変わらない構造となっております。救命胴衣なんですが、開いた時に表に出るようになってるんで、中に収納されてる。中に。だから、膨らむとこうなっちゃうから。右側の中に。こうやる。こうやる。膨らむとこうなっちゃうから、表に出る。楽しい、引っ張ってみるか。これよ、これもさ、紐短くしちゃうんだけどいつも出てったり、何か引っかかったら引っかかっちゃうよ、これよ。あ、こんなぐらい出てんだよ。なんかよって引っかかったら引っかかっちゃうもんね。だから、しょうがないから、これ、いくらが短くして、中入るようにしちゃうの。中入るようにいいのだったら、もう膨らんだらまた出すしかないですからね。冒頭式救命胴衣なんですけど、ここに反射板があります。これは昼間であれ、あの太陽に反射して見やすく、それで夜間であればライトが当たれば反射しますので、発見されやすくなります。ここに皆さんも紐をついてると思いますが、これを引くことにより、空気が膨らむほどになっています。横につ、他の人もついてると思いますが、これもし24時間以上経った場合、浮力が変わってきますので、ここに膨らますように、これを回せば空気が入れられる。それでもし閉めれば空気が止まるという感じになってますので、はい、この辺もあんまり膨張式の救命胴衣は使われたことがある人は少ないと思いますけど、昔私なんかのダイビングやってた時には全部膨張式のはあれ、はい、救命胴衣が、はい、昔の使う時はもう PC なんですけど、 PC じゃなくて、じゃなくてもう完全に膨張式のやつだ。だからそれ30年ぐらいだ。通常海で発見されやすい色というのはオレンジ色が一番見やすいとされてます。はい、みんなだいたいそうなってんだ。中は分かりやすいな。皆さんの大半が着ているのはこんな感じのライフジャケットです。しっかり絞っておかないと脱げる恐れがありますので、しっかり絞っておかないと。